こんにちは。こんにちは。はい、新潟県長岡市のバーマンのマスター丸山です。お願いします。では本日のアシスタントの姉さんです。背景です。背景です。お願いします。はい、それではね、本日も昔撮ったやつの撮り直しです。はい、今日の作るお料理もすごい簡単、ほんと家庭的な手抜き料理です。はい、茄子の肉巻きのおろしポン酢がけです。これね、もともとまかないだったんですよ。あ、そうなんですか。たどると中華じゃないんで、うん、中華料理じゃないんですけど、普通にまかないで、あー、なんかな、なんか重たいの嫌だなって、やっぱ仕事中華ばっか作ってよ、まかないも中華って結構重たいんで、なんかあっさりしたら食いてえなと思った時に、あ、これでいいやって作ったのが普通に、あ、うまいねっていう話です。うちのお店のスタッフもなんか家とかで普通に休みの日、めっちゃ簡単なんでやりましたっつって、うん、まあ、そんなです。ほんと簡単ですよ。申し訳ないぐらい簡単なんで、はい、では食材の発表でございます。ナスです。ナスです。いや、見えない。ナス、ナス、ナス、ナス。アスパラ2本。アスパラ、アスパラが2本。ナスも2本ですよ。ナスはまだいける。ナスはまだいいですか。アスパラ2本。豚肉、豚肉、バラスライス買ってきました。まあ、基本的にね、肉何でもいいと思うんですけど、巻くとなると長い方がいいじゃないですか。あの細切れとかのクズみたいなやつを、細切れ、クズって言っちゃったけど、細切れみたいなちっちゃく、ちっちゃいやつってもう巻けないんで、このスライスの長いロングバイズのバージョンのバラ肉を買ってきました。何でもいいですよ。負けるやつだったら肩ロースでもロースでもスライスだったら、ね、どうですか。簡単でしょ。過去一少ないレベルじゃない、これ。調味料、調味料。じゃあポン酢は、ポン酢はって、ポン酢はね、ポン酢を買えばいいです。おろし、おろしポン酢がいいです。おろし系が、おろし系。普通のポン酢ってあのサラッとしてる液体だけのポン酢、うん、でもおろしって大根おろしとかさ、いろいろ入ってる方がちょっとあの具があってグー感、なんていうの、グー感、グー感、ね、あれが欲しい。で、今日買ってきたおろしポン酢、これです。みつかんの、これ、うっ、すりおろし玉ねぎポン酢。うまいやつ知ってる。うん、これね、うちの奥さんもなんか推薦してたんです。普通にあのみつかんとかのあの黄色い、黄色いあのおろしポン酢あるんですよ、ちょっといいやつ、なんかちょっと高めのやつが。みつかんかな、違ったらごめんなさい、キッコーマンかもしれない。あのおろしポン酢売ってるんですよ。あれでもいいんだけど、うちの奥さんが家で簡単だからやってみたら、こっちの方がうめえって言って、なんかすげえ豪語した。こっちうめえっつって、玉ねぎめっちゃ入ったやつめっちゃうめえって言ってたんで買ってきました。これはね、玉ねぎのおろしなんで大根おろしじゃないんじゃないかな。うん、これ大根おろしじゃないですね。このおろしは玉ねぎおろしポン酢です。まあでも正直おろしポン酢だったらいつもの普通のでいいと思いますけど、まあ、この辺は自由です。ゆずポンがいい人はゆずポンでもいいし、好きなのどうぞ。はい、包丁いるんですよ。そこが唯一の今回の手間。手間、うん、手動じゃダメですから。手動じゃダメです。私がね、無理です。8本作ります今日。なので4等分が2つ。はい、どうぞ。アスパラも8本にしてもらって、8本、8切れにしてもらって4等分で、4等分で、はい。あとは肉これ巻いて、とりあえずじゃあ、そこまで。かっこいい。ナスぐらいなんだ、ちょっと。調子いいですね。どうしたんですか。じゃあナスぐらいで切れるって。さすがに。普段料理をする必要がないという豪語しているケイさんです。する意味がないと思う。4等分、はい。ああ、簡単。ちょいちょいね、ちょいです。はい、終わり。まな板の上で肉広げると、まな板洗ったりするの大変なんですよ。なんでかっていうと雑菌とかの問題で、まな板で肉切るときっと野菜切るときって分けなきゃなんですけど、できれば手の上でやれば一番衛生面っていうか、まな板には雑菌が移らない。おー、いいですね。会長です、会長ですね。会長ってなんか改善みたいな、ちょっとやめてください。会長、俺の言ってる会長は会長に住んでますねの会長ですよ。え、会長って心よい調べるでしょ。そうだね、会長に住んでますねって、
それがまさかの K さんはあれですよ、大腸、小腸、そっちの便秘みたいなそんな感じで言ってたんです。なんで全部便秘に引っかかるんですよね。 K さんの便秘情報どうでもいいから。ツイッターとかに前なんか上がってんの見たんですけど、フライパンで火入れてる人いたんですよ。フライパンでこの肉を焼く、油敷いて肉を焼いてできたみたいな人いたんですよ。ナスも火入ってたらしいんですよ、うん、もっと簡単なやり方で電子レンジ使いますよね。電子レンジ、うん、まあ、ご家庭にあると思う電子のレンジを使うんですね。で、だいたい600ワットで3分半とかそんぐらいでいけます。すぐできますね。すぐ、まあ、なんだトイレ行って帰ってきたらできてるぐらいですよ。トイレ3分もいないわ。トイレで改便をしてる間に汚ねえな、汚ねえ、やめてくれる。いや、こっち、いや、俺のせいくだよ。なんでこっちが会長って言っとくから、ちょっと。いや、まさか会長って言うから悪いんだよ。ほんと、これはね、普通に外れない、外れがないね。うん、これならさすがに家でできるよ。家でできるし、まあやってみようかな、仕方ねえなと思うよ、ね。うん、もう。では、これをラップします。手洗ってください、先に。はい。大体3分半ぐらいですね。まあ、もしあれ出した時にあれまだ赤いなと思ったらもう1分半ぐらいです。5分もやらなくていいと思うんだよな。いってらっしゃいませ。行くよ、頑張れ。それでは3分半4分ぐらい経ちましたんで、はい、見てみましょう。あ、いい感じですね。はい、いい感じ、いい感じ。はい、はい、熱いです。はい、おお、はい、はい、こんな感じ。いや、真空になってます、ね、うん、で、これを盛り付けます。え、何、穴、穴、はい、穴、プシッ、穴開けてもらっちゃいました。ではお願いします。盛り付けたら、はい、いや普通にね、これボリューム、これで米でいける。いや結構ボリュームも多い。ナスたった2本、肉、アスパラ以上、結構お腹いっぱいになるんで、これ一人で食べたらもう限界ですよ。これね、玉ねぎ、すりおろし玉ねぎポン酢、はい、ではこれをかけてください。はい、やっぱいっぱいかけたらうまいよね、絶対、うんうん、こんな色なんだ。あとは色味がないんで、色味がないんで、じゃあ青ネギもまた散らして、はい、必殺青ネギ、必ず殺すってやつ。そういう意味じゃなくて、必殺技ですよ、これは。青ネギは見栄えの、うん、ではね、完成いたしました。完成いたしました。で、ナスの肉巻きのおろし玉ねぎ、おろしポン酢です。家庭料理的な感じで、中華じゃないんですよ。美味しいので、簡単なんで、ぜひやってください。完成！それでは、ナスの肉巻きのおろしポン酢です。いただきたいと思います。いただきます。絶対外れないのは分かってるんですよ、うん、玉ねぎポン酢って意外と味あっさりしてんだね、うん、なんかあんまりポン酢感ねえんだね、なんか、はいはい、ちょっと薄いというかさ、なんかなんだろう、玉ねぎの味するでも、ね、もっと酸っぱいのかなと思ったら酸っぱくないね、これ。あ、すげえあっさりしてんだ、これ。うん、これね、非常にヘルシー。いや、これほんとね、
簡単なんで、ぜひねこれを定番の得意料理に持ってってもいいと思います。本当に料理かって言われたらまあ料理ですよ。どんな手法であれ出来上がった料理うまければいいんですよ、うん、って思いますけどね。下手なこだわりは捨てた方がいいような時もあります、はい、です。ということで、ナスの肉巻きのおろしポン酢、ぜひまた作っ、ぜひ、ぜひ作っていただいて、簡単です。ありがとうございます。フェニックス。いい本当だな。まあ可愛らしいですね。色がねグレーってなかなか珍しいんで。大好きです。これファミリー劇場でめっちゃ見てました。本当？うん。ほら。見たことない俺。名前知ってるけど、何なのこれ。猫、猫か。なんかミッキー系みたいな感じ。あ、ミッキーを目指して。ミッキーとなんか鼻と目のあたりがミッキー感ありますね。確かに。ちょっと口もよく見たらミッキーっぽくないですか。耳ちょっと違うけど。確かにベロが見えてる感じもなんか。フェニックスはでも猫っぽいんで、うん、ザ・キャットって書いてあるから。おお。ああ、ミッキーなんじゃないですかこれ。ミッキーですよね。ミッキー目指したんだなこれ。そういうことか。